ワンクリップロッカールームトークコーナー。いや、僕は去年に言います。2位で、そのまま失神して研究者、そのままのりさんがいらっしゃって、でこれいただいたから、でそっからもうずっと来てるこのコーナーはポジション、ゴールキーパー、ミッドフィルダー、僕がディフェンスという中でいろんな話をしていきたいと思います。まず徳重選手です。徳重です。お願いします。倉田修選手です。倉田です。お願いします。はい、前道です。よろしくお願いします。このスリーショットは初です。初めてですね。はい、じゃあ呼び名の確認をもう一回しましょうか。はい、みんなはなんて呼ぶかですね。修さんけど、修ですもんね。修くんで大丈夫。修くんで。はい、じゃあ、ケンさんはケンさん、ケンさんケンさんケンさんですか。ヒゲさんヒゲさんヒゲさんですか。ダメ、ちょっと待って、じゃあそれでトークしていくんですが、じゃあ丸山さんの回しに回ったいや、もうめちゃくちゃ嫌いっすよ。もうちょっと待って、まず、シュウ君からお願いします。はい、味方が攻めてる時あるじゃないですか、うん、どう思ってるのかなと思って、どんな感情でおるのかなと思って、まあ、フィールドやったら、いろいろ考えて動いたり、攻撃にかかってるじゃないですか、うん、キーパーをなかなか来なかったら寒いですもんね。寒いなと思ったり知ったりしてるからいや、でもどうだろう、まあ、普通にでもなんか取られたらどうしようみたいなのをまず考えてコーチングして、でもそれが終わったら多分ファンの人とかと同じ目線で見てるかも。いけ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 って、やばーみたいな、あいついったんだって。でもなんかゴールが入るとか多分こうちょうど綺麗に、なんていうの、うん、見れるじゃん。えぐ。ケンさん、その T シャツなぜこのサッカーっぽさないですけど、サッカーのユニフォームでしょ、これはこれバレーボールみたいなあの時間ちょっと空いてたんで、木梨サイクルにノリさんのところにちょっと行かせてもらったら、ノリさんがいらっしゃって、でこれいただいたって、でそっからもうずっと来てるってメーカーを自分のもらってるメーカーを、また後で来ていただきます。はい、来させてもらいます。はい、はい、では次、ここから特殊選手、あけんさんに質問です。はい、ハイボールの対応は怖くないのか。ハイボールの対応、対応というか、もう普通にコーナーキックとかフリーキックとかで、もう見えない角度に相手とか仲とかいる中で、こういう風にやって、みんなこう、だってガーンってぶつけられて痛めたりとかして、怖くないのかなっていうの。いや、もうなんか俺は怖いと思ったことはないかな。もう思いっきりぶつかりいって、なんか相手が倒れてることが多い重いし、体重あるし、だから全然怖いって感じじゃないかな。逆にそれが怪我しないですかね、うん、あ、そうかもね。変に緩めていくように大きく言ってるから、うん、そうだね。いや、もう考えられないです。もうでもそれでも一緒でしょ。けどセンターバックも一緒じゃない、うん、クロス上がる。いや、僕は去年に言います。2位で言います。危ないと思ったら言います。ギリのところはほぼ覚えかないです。すごい、突っ込んでくるやつ、おりやつ。もう、むちゃくちゃに、はい、いる。そしたら僕、正直、逃げます。逃げてます。怪我しない。でも、あるでしょ、行った時にカーンって行く感じがあります。俺もあります。もう、飛びましたもん。いやマジで
ゴール決めたんですけど、ヘディングした時にここ当たられて、はい、でそのまま失神して、はい、ゲームしちゃう。ええー、そのままそう、自分ゴール決めてもう、はい、覚えてない。マジで怖かった。いやーすごいね。そう考えたらちょっとやっぱそういう経験ないからね、うん、強すぎんですよ体に、うん、いやいや手使えるから。はい、じゃあケンさんからもらっていいですか。はい、はい、これです。ヘディングは痛くないのか。ヘディングは、まあ、結論痛くはないかな、うん、でもそれこそなんか無回転とかでシュートブロックとかは痛いし、それこそ脳を揺れますけど、はいはい、まあ、でも普通のヘディングは痛くないです。なんかキーパーがさ、ハイパッドとかで蹴ってくるんですよ。はいはい、ボーはいはいはい、でこれがこうね、はい、ビビったのを落下つけてっていくときとか、はい、だいたい僕こう脳手でいきましょうって脳手で使う。これは全然、あ、そうなんだ。だいたいじゃないですよ、こうあこうバーンって当たったら痛いですけど、もう自分からこう当てにいって、当てにいってる。痛くないんだ。痛くないです。はい、シュークお願いします。どのタイプのフォワードが嫌いか、いろいろと思うけど、はいはい、でっかいやつもおるやん、はいはい、うん、めっちゃ速いやつとか、うんうん、めっちゃ守備を追いかけてくるやつ、はい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 、まあ、守備でいったらやっぱ追っかけてくるタイプの選手は嫌かなとは思いますね。ずっと何回も何回も追っかけてくるっていうのは、特に前半だとガン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 追っかけてくるので嫌だなとは思いますけど、でもやっぱ嫌なのは小六心臓選手とか大久保嘉人さんみたいにちょっと一瞬でも気抜いたらやられちゃうタイプが僕は嫌ですから、本当でかかったらなんかでかいなりこうやって手やってくるんで、それうまくなんか触られないようにとかしながら駆け引きができるんですけど、まあそういう対峙してっていうかは、うわ、いなくなったっていうのは嫌な選手かなとは僕は、はい、思います。はい、はい、じゃあ今度シュークに対して、ケンさんからお願いします。はい、これはこの見えないところからのディフェンスとかはどうやって分かるのかっていう。あー、ボール取りボールをそう受けるときとか持ってるときに、まあけどある程度もらう前には見てるんですけど、うん、もう来てここら辺に来た瞬間にもうなんか完成しないんだけど、マジもう雰囲気で感じるは多いですよ。こう後ろからこっちから来てて、ボールこう来た時にさ、全然こっち見てないのにさ、なんかこっちに倒したりするじゃん、うん、でも一瞬の判断ですよ。もうここでもらう時にこの辺で投げてるから来そうっていうなんかあるんですよ、オーラ的な。へぇ、もう最終それっすね。へ、それはもうやりたくないですけど、今までやってきた中の自分の反射っす。あんま考えてないかもしれないですよ、ここまで。なんつったやろ、もうかか自分で感じるとこをどんだけ増やせるかじゃないかな。勉強でした。もうちょっと被ったんで変えます。被った。まあ見てる。シンプルに。ゴールとアシスト、どちらが嬉しいですか。これは人によるけど、ゴールじゃない。ゴールですか、やっぱり。うん、そうそう、ゴール取ったら、結局ゴールした方がヒーローになれるやん。はいはいはい、はい、だから嬉しいと思う。ゴールの嬉しい、嬉しい。僕はなんかどっちかというとなんかアシストしたいタイプなんで、うん、別にゴールよりアシストアシストの方がいいな。マジで。はい、へー、ケンさんも完全ゴール。まあ俺もゴール。俺もゴールした。決めたいケルブ。したことあるんですか。ゴールないよ。アシスト。アシストもないもん。なかなか難しい。バントキック。でもいるじゃん、キーパーでね。そう、バントキック、そう。ちょっと全然ない。来シーズン狙いますか。ちょっといい話聞いた。そうそうそう、エリア広げて。エリア広げて。うわーっていくけど、なんかもう手前ぐらいで終わんねん。終わんねん。上見やがって、こうやって。ボールコント。いや、なんかさ、たまには欲しい。